なんだ、ログインしたらミッション63個達成。なんでしょう、何個石もらえるんでしょうか。17個。思ったより少なかったな。さあ、ドッカンバトルやっていきますということで、まさかのあの第一形態フリーザ来ました。そして念願のねドドリアさん来ましたよ。もうずーっともう何年もね、あの要望に出してきたドドリアさん、あとザーボンさんねザーボンさんって UR ありましたっけ。ないっすよね。自分はこれはもう半分ジョークではないんですけど、結構マジで言ってるんですけど、ザーボン・ドドリアのダブルドッカンですね。これを結構要望していたんですが、まあそれはともかくね、とりあえずドドリアさんのね、あの単体が来てくれただけでね、もう感激ですよ。そしてありそうでなかったね、第一形態の UR、いいですね。リーダースキルもね、使いやすいカテゴリーですね。必殺演出もね、すごくいいです。アクティブスキルはね、ここじゃ見れないんですけどね。アクティブスキルの演出もね、最高でしたね。ドドリアさんね、イラストいいですね。こいつも必殺演出結構確か良かったはず。いいっすよね。画質も綺麗だし。ようやく待ち望んだドドリアさん。いや、自分はね、ほんと全キャラね、UR でとりあえず出してほしいんですよね、ソロで。もうなんなら9位すら待ってるんで。そして普通に性能強いっていうね最高です。前回ねご飯ビーストでね泣きのラスト一周やったんですけど、実はねそれ以外にも配布ですっごいくれたんでさらにもう一瞬でご飯ビースト回したんですが何も出なかったです。ご飯ビーストとねガンマ1号2号はね、なんか散々な結果だったんでね、ここでリベンジしていきましょう。ドラゴンボールで一番好きなのはねフリーザ編ですから。ドラゴンボールで一番好きなキャラクターはね、フリーザですから。待ち受けもうずっとフリーザですから。もう20年くらいフリーザですからね、待ち受け。さあ、超絶配下金者から無課金になって今のガチャルールは、マックス30連でね、何かしらのね、フェスキャラが出たらね、そこで終わりっていうルールです。周年でね、石結構散在しちゃったんで、もう今年はね、ヒーローズコラボまでね、ちゃんときっちりルールは守っていこうと思います。いきます。お、ビルス。まあ十中八九爆死でしょうね連打でいきましょう。さあ爆死です。10連目いきます。微妙っすね。これも連打でいきましょう。さあ20連目爆死です。さあラスト30連目、これが本当のラストです。お願いします。あ、ピッコロ邪魔。いや、これは多分爆死ですね。フリーザばっか。ドドリアでいいからお願いします。うわー、なんかさっきも見た気がする。さあ、まあ、ある意味ね、周年が終わったね。今回からね、今年のドッカンバトルが始まったと言ってもね、過言ではないんで。まあ、ちょっと幸先悪い爆死でしたけどね。いや、このドドリアフリーズ欲しかったなぁ。まあいいでしょう。ちゃんと今年はね、本当にヒーローズコラボまでね、ちゃんとガチャルール守ってね、ヒーローズコラボのためにね、一社貯めていこうと思います。年に一回しかないんで、ヒーローズコラボ。そんな感じで。いやー、フリーザ大好きなのに出なかったっすね。どうもありがとうございました。